今から株主優待のハガキを出してこようと思います。寒そうだな。改めまして皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、正月はどうやって過ごしましたか？私はずーっと引きこもって飲んでおりました。お正月は優待品も届かなくて暇だね。例年いつも正月は旅行に行ってたんですけど、今年はお家でゆっくりのんびり過ごしています。今年の干支はうさぎちゃんですね。お正月は何もネタがなくて、お正月のルーティンなんてものをちょっとご挨拶がてらに撮ってみようかなと思いついたので撮ってみました。熱燗がめちゃくちゃ美味しい。なんか株主優待をやりだして、お酒がいただける優待をいっぱい探してるんですよ。12月は朝日と札幌キリンが優待の権利月でしたよね。皆さん全部取れましたか？私は全部ゲットしております。そして1月にはその飲料系が最安値を記録することが多いみたいなので、現物株の保有をもっと増やすように見張っていかないといけないなぁと思いながら酔っ払ってますね。はい。ここからはストーブで晩酌している正月ルーティーンを少々お付き合いくださいませ。ちょっと思い出したんだけど、義血剣講師が来てた陽明酒って陽明酒だからお酒をいただけるのかなと思ったら、なんかそうでもないみたいでちょっと残念でした。でも陽明酒ね、すごい飲んでたんですよね。お酒が好きだから、最近お酒がいただける優待を探してるんですけど、皆さんよかったらコメント欄で教えてほしいです。朝日、札幌、キリン、あとなんだろう、TOTOとかもワインがもらえるみたいだし、あとね、いただいたのだったらダイヤ証券さんとかでもカタログギフトで、あれも日本関西のかな、お酒が選べたけど、お酒が選べるの以外で、その優待自体がお酒のやつをよかったら教えてほしいんです。では今年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。